じゃあ放課後にな、コタロ。え、おー、こりゃこりゃ、リュウちゃん自分の弁当持ってくの忘れちゃってんじゃん。うん、え、何コタロくん、そのキラキラした目は。うん、自分がリュウちゃんとこに弁当届けに行くってか。うん、そんじゃリュウちゃんとこまでお使いよろしく。やったら人に聞くんだぞ。はい、首から下げて。なんだこの小さい生き物。どこの子？保育ルームの子じゃない。おい待て、そこの女子。え、あの大事そうに持ってる弁当らしきものを見ろよ。これはもしかして初めてのお使い。そこの僕、お姉ちゃんが上まで連れてってあげるよ。こた、自分で似ちゃっとこへ行く。見守る羽目になってんだ。引き受けてくれたらこの写真あげるよ。くそ、あの半目野郎。めちゃくちゃ出してよ、チキショウ。そいつがシェアハピシェアハピって聞かれて。ガキが。ほら、これでいいだろ。おめちゃ、あーがとう。こんな頑張るやつじゃなかったな。おい、カシマ、なんかちっちゃいのが来てるけど。どうしたんだ、コタロウ。兄ちゃん、おべとありがとな、コタロウ。兄ちゃん、実はお腹ペコペコだったんだ。助かった。だって、こんなに嬉しいのに。コタロウ、あーんしろ、あーん。おいしいな。うん、コタロウ、初めてのお使い、ご苦労様。